失礼しました。キッカーは82番でした。手に台リターンに入ります。ナイスリターン。リターナー11番、味方ブロッカーを生かして中央突破、一気に相手ディフェンスを置き去り、相手陣25ヤード付近まで大きくリターンしました。見事なリターン決めましたのは天理大学11番の木村でした。木村エンドゾーン内のキックオフをしかし果敢にもリターンし、大きく、はい、味方チームに有利な形で陣地を確保することに成功しました。天理大学相手陣24ヤードからファーストダウン15。スナップミス。しかしここでビッグプレー、クォーターバック11番スナップミスを自らカバーし、プレッシャー浴びつつランニングバック9番にトス、これを取りました。9番このパスをキャッチしまして大きく前進、相手タックルを弾き飛ばしてそのままエンドゾーン手前に入り込みまして、ビッグゲインとしました。見事な判断でトスをしました。クォーターバック11番は木村、取りました。9番はマーク・ファーター。天理大学これにより相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール。クォーターバック10番プレイアクションから左に流れてエンドゾーンへのパス、これを取りました。ワイドレシーバー21番見事にこのパスをタッチダウンとしました。天理大学6点追加。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに挑みます。このプレーは失敗、6点止まり。天理大学24点、大阪電気通信大学13点。しかし見事なプレーにより天理大学タッチダウンを上げています。タッチダウンを上げましたのはワイドレシーバー21番の有田でした。そして先ほどタッチダウンを挙げた天理大学のキックオフで試合再開となります。キッカーは天理大学65番の平が務めます。さあ大阪電通リターン、このリターンは自陣25ヤードあたりで止まりました。リターナーは2番の選手シャノーが務めました。大阪電気通信大学自陣25ヤードからファーストダウン15。ナイスラン。
ランニバック33番ハンドオフを託され中央突破、相手タックル浴びながら約10ヤードのゲインとしています。大阪電気通信大学自陣35ヤードからセカンドダウン5。再び中央へのランプレー、今度はキャリア12番が同じくタックル受けながらも攻撃権更新としています。大阪電気通信大学ファーストダウン。相手陣38ヤードに入りました大阪電気通信大学、ファーストダウン15に入ります。再び中央へのランプレー、キャリア33番、右オフタックル付近駆け上がり約13ヤードのゲインとしています。33番は青木です。大阪電気通信大学セカンドダウン3。再び中央へのランプレー、攻撃権更新、ファーストダウン。今度はキャリア12番が託されて中央突破し、大阪電気通信大学攻撃権更新といたしました。大阪電気通信大学ファーストダウン。相手陣17ヤードから大阪電気通信大学ファーストダウン15。さあ再び中央へのランプレー、今度は右オフタックル付近キャリア81番が駆け上がり、一気に相手陣7ヤードの地点に攻め入りました。ここまで大阪電気通信大学見事なランプレー攻撃を展開しています。キャリア81番は山本でした。大阪電気通信大学相手陣7ヤードからセカンドダウン7。さあ再び中央へのランプレー、キャリア2番託されましてエンドゾーン手前残り3ヤードの位置まで攻め入っています。そしてこれにより攻撃権更新となりました大阪電気通信大学ファーストダウン。キャリア2番はシャノーでした。さあこれにより大阪電気通信大学ファーストダウン2ゴール残り3ヤードの状況に入ります。怒涛のランプレー見せます大阪電気通信大学、このままエンドゾーン落とし入れるでしょうか。さあ中央へのランプレー、これは天理大学のディフェンスが群がったが中央へのランプレー、しかしこれはゴール前1ヤードで止まっています。セカンドダウンに入ります。大阪電気通信大学セカンドダウン2ゴール残り1ヤード。タッチアップ。ここも中央へのランプレーでした。キャリア81番そのハンドオフされたボールを持ちそのままエンドゾーン飛び込んでタッチアップ。大阪電気通信大学ここで6点獲得となりました。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。パス成功、1点獲得。クォーターバック82番、プレイアクションからのパスを投じようとしたところタックルされあわや潰されかけましたが、それをギリギリのところでパス、これをレシーバーがキャッチしエンドゾーンに入りまして1点追加。大阪電気通信大学20点、天理大学24点。
晴らしいランプレーを展開しました大阪電機通信大学。まずここで反撃のタッチダウンを決めるに至りました。返す刀になります天理大学。この大阪電機通信大学の猛攻をしのげるその反撃なるでしょうか。このキックはエンドゾーンを越えましてタッチバックとなります。天理大学自陣20ヤードから反撃となりますでしょうか。今からファーストダウン15の状況に入ります。天理大学ファーストダウン15。パス成功、ナイスキャッチ。クォーターバック11番、ここでワイドレシーバー21番へのホットパス、ポストパターンを21番ジャンピングキャッチ、これを見事攻撃圏約11ヤードのゲインと変えています。パスを取りましたワイドレシーバーの21番は有田。天理大学自陣34ヤードからセカンドダウン4。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして天理大学24点、大阪電機通信大学20点、その差4点で最終クォーター第4クォーターに入ります。